今回は未公開シーン特集、撮影前の金田さんをこっそり覗き見。自分で言うのもなんなんですけど、結構元気なんすよ。いや元気ですよ。めちゃめちゃ元気。言わなくて。もう、いけますか？はい。いけないいけます？いけます。はい、これ、大声出しても大丈夫なんですか、ここ？ここは大丈夫。8割ぐらい。8割ぐらい、わかりました。最初どこ見たらいいですか？普通ショットでいいですか？まあでも、あれですね、個人ご自由にで大丈夫です。もうなんで？金田さんの工事はこれです。これ2人、うん、そうです。はい、最初これに向かって言えばいいですか？そうです。はい、はい、それでじゃあ、今回の江戸川区の応援グルメ、救援グルメの特集で、1店舗目がモーニングから韓国料理を提供しているのほこんさんにお邪魔しております。はい、収録開始でよろしくお願いします。お願いします。では行きます。はい、3、2、1、始まりました。OK です。いや、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったです。撮影で完食する。本当ですか？この量、しかも早いっすよ。食べる人いる？いや、だって絶対に食べ終わった方が美味しさが伝わりますよ。でも、この後合計ありますけど大丈夫ですか？大丈夫。ほら、間さ、動いたりするし。やばい、牛すじ食べたい。美味しかったよ、食べに来た方がいいよ。牛すじチゲ食べたい。すごいね、なんかね、食べます？牛すじチゲ。素材の味がすごい。あの溶け方はやばいです。牛すじチゲ食べてから次行きます？もう本当に美味しい、マジで。はい、お願いします。お願いします。いただきます。3、2、1、始まりました。頑張っている人の毎日を応援シェア番組、気球です。ごちそうさまでした。いや、肉細胞29日、牛。いやいや、いや、美味しかったな。本当に美味しかったです。どれが？カルビもマジ美味しかった。でもタンも美味しかった。タン美味しそう。あれも最後つけるのも美味しかったし。あ、卵の。でもあれご飯あると最高ですね。やっぱり味がついてるから。ご飯の体質最高です、確かに。でも美味しかった。カルビめっちゃ脂乗っかってんのに全然持たれないですね。和牛を使った。はぁ、そうですね。和牛用っすよね。でも和牛でこの値段ちょっと安ないですね。ギリギリですね。もうそろそろ上げないと。そうですよね、もう。すごい。めっちゃ縁結びいいじゃないですか。縁結んでる。縁結んでる。やばい、超何これ。何これ、刺し、すごいんだけど。あー、やばい、ちょっとこれは、あー、すごいんだけど。適当に頼んでいいですか？適当に頼んでいいです、はい、やば、すごっ。キムチ3種盛り2つ、キムチ3種盛り2つ、はい、縁結びサラダ2つ、縁結びサラダ2つ、はい、で、炭酸汁ってこれ炭酸汁ってこれですね。で、すごい、炙りか、炙り、
炙り刺しですね。そのまま焼かないで食べる。焼かないで食べる。食べるもそのまま焼かなくて大丈夫です。じゃあ炙り上タン刺し。上タン刺し。はい。あとは、え？炙りは今日花火。あ、そうです。刺しは全部そのまま食べれます。やばくない？やばくないですか？で、本日の炙り寿司4貫。あれそれ美味しそうなんか。4貫1つ。上タン塩。特上カルビ。あ、え、あ、あ、だね。特上カルビ。特上カルビ。はい。え、え、特上カルビなんですけど、こちらはタレ塩どちらでしょうか。ああ、どっちがおすすめで、え、塩、塩もいいっすよね。ど、そうっすよね。結構好み分かれるから、お好きな方で。塩。塩で、はい。